修正。はい、こんにちは、レトスノームです。今回なんですけども、修正の重要性について、お話しさせていただきます。ちょっとね、似たような言葉ですよね。修正の重要性。修正をしていくってことがすごく重要なんだよっていうところです。いきなり完璧を求めようと思っても無理なんですよね。例えば iPhone を見てください。一番最初に出た iPhone と、今、すいません、私 iPhone 使えないんで分かんないですけども、iPhone6 かな、と比べたときに、おそらく相当、機能も良くなっているし、軽くなってたりとか、見やすくなってたり、使いやすくなったりするわけですよね。これって修正を繰り返した結果、そこまで至ってるわけですよ。いきなり、今のね、iPhone6 のこの完璧なものができたかっていうと、そうじゃないんですよね。何でもそうです。勉強もそう、野球でもそう、イチロー選手も、今のような打法を、今でもまだ改良を続けてるぐらいですかね。今の打法を、打ち方っていうものを、じゃあ高校の時からできていたのかって言ったらそうじゃなくて、改良を加えながら、もっと打率を上げるためにはどうしたらいいのかって、改良を加えて、修正を加えた結果じゃないですか。いきなり完璧じゃないですよね。だから、修正を加えていくってことは、卓球の勉強においてもすごく重要なんだっていうことです。で、その、じゃあ修正する、対象は何なのかと、二つに分けました。まず、情報。情報についても修正をしていく必要が、おそらく出てきます。で、これはなぜかっていうと、テキストに載っている内容ありますよね。予備校通っている方だったら予備校から支給されるテキスト。および、独学だったらね、市販のテキスト。どちらでもいいんですけども、そこに載っている内容は、正しいでしょう。ただ、いつもね、お伝えしているように、そこに載っている内容だけでは理解もできないし、イメージもできない。過去問解こうと思っても、載ってないところがあったりとかするわけですよ。だから結果として、インターネットを使いながら、どんどん情報収集していかないと対応できないっていうのが、宅建なんですね。なので、インターネットを使いながら、どんどん修正するんですけども、そもそもネットに書いてある情報は正しいんですかっていうね、その心配があるわけですよ。これについて言うと、デメリットもあるわけですよね。間違った情報載ってるかもしれないっていうね。ただ、メリットの方が大きいんですよ。だから、私はネットでどんどん情報収集してくださいねっていうふうに言うんですね。もしかしたら、載ってる内容が間違ってるかもしれない。で、そのまま覚えちゃった。ただね、問題をどんどん解いていく中で、間違った内容を覚えて、それを使ったところでおそらく間違えるんですよ。そしたら、あれ？前覚えたのはこうだったけども、この問題の答え見たらこう違うじゃないかと、解説見たら、解けないじゃないか。で、だったら、もう一回調べ直すわけですよ。そしたら、あ、これは違ってたんだ。これが正しいんだ。で、ここでまた修正をかけるわけなんですね。間違った情報っていうのは実際のところそんなに多くはないんで、得られるメリットの方が大きいんですよね。例えば理解すべき内容、そういったものについても、おそらくネットの方が、細かく書いてあります。例えば、制限行為能力者、例えば未成年者を代理人に立てることって可能ですね。その代理人、未成年者である代理人っていうのは、有効に、売買契約、代理行為を行えるんですよ。で、これについても、解説とかではそのようにしか書いてないんですね。制限行為能力者でも代理行為を行える。で、しか多分大体書いてなくて。じゃあなんで、未成年者でも、制限行為能力者でも代理行為が行えるのかっていうのは、ネットを調べたらおそらく載ってるんですよね。だから、そういったところを、どんどん収集していく。いわゆるテキストとか、予備校から支給されている解説とかでは、載っていないような重要なこと。いわゆる、ちゃんと頭に入れなきゃいけないポイントを頭に入れるために補足情報をどんどん入れていかないと頭に入んないんですよね。で、目的は、一番のね、最上位の目的は合格すること。合格するために各ポイントを頭に入れていく。各ポイントを頭に入れていくために、理由付けをしたり、関連情報を頭に入れたりとかってやっていくわけですよ。ちゃんと目的意識を持ちながら、インターネットを使って情報収集するっていうのがあれば、それはもう大いにメリットがあります。さっき言ったように、たとえちょっとしたね、間違ったことがあったとしても、どんどん解いていく中で、それは修正されていくわけなんでね。だから、どんどんネットを使いながら情報を収集して、間違った情報が頭に入っていたりとか、勘違いしていることがあったら、どんどん修正していくってことをぜひ、行っていきましょう。で、勉強法についても一緒です。多くの方がこれやらないんですよね。ずっと同じような勉強法をするんです。で、それで合格できたらいいですけども、もし1回以上落ちてるのであれば、そのやり方はもう
まあ、使えないと言ったら言い方ちょっとね、厳しいかもしれないけども、そのやり方を続けても大体合格できないんですよ。で、これイメージなんですけども、間違った勉強したらいつまで経ってもこうずっとね、同じようなところを勉強量を増やしたとしてもですよ。勉強量を増やしたとしても、実力ってそんなに上がってこないんですよ。だから結局不合格。で、修正を加えることに徐々に、このね、合格に近づいていくんですよね。縦軸が実力です。上が実力ついている。下が実力がない。修正することによって若干ね、徐々に実力がついていくわけですよ。で、これを徐々に行っていかないといけないんですよね。1ヶ月に1回、自分で管理をしていく。ちゃんとやったこと、頭に入っているんだろうか。これまでね、新しく勉強法を変えた。それがちゃんと、効果が出てきているんだろうかっていうのを検証していくってことをやっていくわけなんですね。このところで言うと、イチロー選手とかのバッティングフォームとかっていうのはすごくね、参考になると思います。まあ、もともとは全然違う打ち方を教えて結果が出なかった。おそらくですね、私のちょっとね、記憶が正しければ、大木監督になって、大木監督から、オリックス時代に、教わって、そこから一気に伸びたと思うんですよ。イチロー選手って。だから、そこでの、いわゆる修正がすごく大きかったんですよね。その結果、すごく、実力がブワーって一気に伸びていったんですよね。これも修正ですよ。だから、そういったことを、やっていくってことがすごく重要で、修正は常にやっぱ意識しておかないと、人っていうのはもう習慣できる動物なんで、もう今のやり方がすごく楽なんですよ、正直言うと。新しく何かを変えるって、すごくね、パワーいるんですよね。自分で意識しないといけないし、変えようっていうふうに意識しないといけないんでね。だから、もうそもそも、変える、自己変革することが自分の習慣になっている人であれば、どんどん変えることできるんですよ。一方、それがね、習慣として身についていない方、まあ実際はほとんどの方がそうなんですけども、そうなってくると、この変えるっていうのはすごく辛いんですね。例えば、まあ勉強する時間帯を変えるっていうのもすごく難しいんですよね。日頃、夜型の人がね、朝型に変えようと思っても、なかなか難しい。まあそれと一緒なんですよ。人は習慣で生きる動物なんで、その勉強、これまでの、時間の使い方、24時間の使い方、だいたい平日と祝日で、だいたいね、似てると思うんですよ。平日だったら朝何時に起きて、歯を磨いて、シャワー浴びてとかっていうのは、だいたいね、時間で決まってると思うんですよね。朝何時に、家を出てとかって決まってますよね。まあ、帰ってくる時間はちょっと変わんないかもしれないけども、帰ってきてから寝るまでの過ごし方も、だいたい人って決まってるんですよ。で、その中で勉強時間を組み入れていかないといけないと、取り込んでいかないといけないってなったら習慣を変えないといけない。これも一つの習慣、この修正ですよね。修正を加えていく。これすごく、パワーがいるんで、一つ一つね、コツコツでいいです。まず何から変えていこうかっていうふうに考えて、じゃあまずはこの一週間でこれだけ変えようと。ちっちゃなことでいいんですよ。ただそれが、一週間、二週間、三週間でね、こう繰り返すことによって、大きく結果的にね、変わっていくんで、ぜひ、ちょっとした修正を習慣化していきましょう。効率的な勉強をして、短期間で無駄なく楽に合格したいあなたへ。レトスは個別指導を行っております。ぜひ、今すぐ右上のボタン、もしくは下の概要欄から詳細をご覧ください。また、チャンネル登録や、毎日3問、過去問をわかりやすく解説したメルマガも、下から無料でご登録いただけます。試験勉強に役立てて、次の試験で絶対宅建合格しましょう。